日本鹿児島県鹿児島市小川町小川町は、鹿児島県鹿児島市の町。旧薩摩国鹿児島郡鹿児島城下、上町泉屋町、鹿児島県鹿児島府下、上町泉屋町、小川町。郵便番号は892-0817。人口は2044人。世帯数は1197世帯。1965年より、小川町の全域で、 住居表示を実施している。また、住居表示実施に伴う、町域再編により、町域の大部分が小川町に編入された泉谷町についても、本校で記述する。鹿児島市中部、稲荷川の下流域に位置している。町域の北方には、浜町、上本町、南方には、安井町、山下町、西方には、長田町、東方には、 本校新町がそれぞれ接している。町域の中央部を鹿児島市電が概ね東西に通っており、町域内には桜島三橋通電艇が設置されている。北部を愛良市加茂地域から山下町までを結ぶ、鹿児島県道25号鹿児島加茂線が通っている。ほか、町域の西端を国道10号が通っている。東端には国道10号のバイパスである、 鹿児島北バイパスの終点がある。また、鹿児島県道204号鹿児島停車場線が東部を通り、北東端付近で鹿児島駅方面に進路を変える。教育施設は、西部の国道10号、県道25号、鹿児島本線に挟まれた位置に、鹿児島市立町、田中学校がある。現在の小川町は百八十九年の市政施工時の小川町。 泉谷町の大部分、生産町の一部にあたる。小川町に設置された、鹿児島医学校病院の院長であったウィリアム・ウィリス。小川町の付近は、江戸時代の高架から海江年間にかけての埋め立て地で、ある。小川町が町として成立した年代は不明であり、小川町という町名は1879年の県知一覧外表に初めて見える。小川町は、明治時代初期には、 鹿児島不可乗町のうちであった。泉山町は江戸時代から見える町名であり、鹿児島城過乗町のうちであった。鹿児島市第一館によれば、宝暦年間頃の通り小6巻七に記載されている城下三丁の上町六丁のうちとして、泉山町が記載されている。元禄九,九年に発生した大火では、泉山町の尺屋から出火し、鹿児島城の本丸まで延焼した。 戦議の結果放火であったことが判明し、犯人は市中引き回しの上、竹の小引きの刑に処された。このことが発端となり、海岸の埋め立てが行われ、町屋敷が建設された。明治時代前期には、小川町、泉谷町ともに平民が多く居住していた、町人街であり、商業を営む世帯が泉屋町に9個あった。また、小川町には、鹿児島監獄所が置かれた。 明治3年には、イギリス人医師のウィリアム・ウィリスが、鹿児島医学校の創設者となり、鹿児島医学校の病院を小川町に設置した。1889年に市政が施行されたのに、伴い、鹿児島府下47町3村の区域より、鹿児島市が成立し、それまでの小川町は、鹿児島市の町名、小川町、それまでの泉谷町は、鹿児島市の町名、泉谷町となった。 1901年から4年間にわたり、行われた、鹿児島港の拡張工事に伴い生産庁及び、小川町の陸地の一部が切り取られ、鹿児島港の港内水域となった。1901年には、鹿児島駅の開業により、鹿児島駅周辺に位置する小川町には、商店が立ち並ぶようになり、1924年時点では、小川町には40軒余りの商店が存在していた。 1956年には、商店数が194件にまで増加している。明治時代後期から昭和時代にかけては、大火がたびたび発生しており、1907年10月2日に、泉谷町を火元として45校、消失。1957年2月18日には、小川町を火元として23世帯を消失し、死者13名の被害を出した。また、 第二次世界大戦中の1945年7月27日には、アメリカ軍の爆撃機によって、鹿児島駅周辺の一帯に対して爆撃が行われ、鹿児島駅に停車中の列車に爆弾が直撃したほか、駅周辺の車町、恵比寿町、泉谷町、柳町にも被害が及び死者420名、負傷者650名を出す3時となった。 1962年の住居表示実施前の小川町の町域1962年に住居表示に関する法律が施行されたのに伴い、鹿児島市は鹿児島市外地域の住居表示に着手した。1965年には中央地区で住居表示実施に伴い町の再編が行われ、長田町の一部、安井町の一部、山下町の一部、生産町の一部、 泉谷町の大部分が小川町に編入され、同時に小川町の区域で住居表示が実施された。また、2年後の1967年には上町地区の一部において住居表示が実施され、住居表示の実施に伴い町の再編が行われた。これに伴って1965年にすでに小川町に編入された部分を除く泉谷町の残部、恵比寿町の全域、 車町の一部、下流尾町の一部、長田町の一部の区域より、上本町が設置され、泉谷町は廃止された。以下の表は、国勢調査による、小地域集計が開始された1995年以降の人口の推移である。鹿児島市立町、田中学校鹿児島小川郵便局市立小中学、校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 国道県道鹿児島市交通局鹿児島市電1、系統、2系統。ありがとうございます。